シヌル沈没船ユータロイ堤防から超新機が引き上げられました。今回発見されたのは17世紀に製造された超新機です。安定も担当した超新機の専門家ミクシによると、冷たく日の当たらない海底で保存されていたため保存状態は良い。ただし少し魚に限られているので味は約600円くらいだろうとのことです。マジノミーに聞きました。報道でありましたね。こういうニュースは信じないことにしています。はい、2月27日のミーニュース南がお伝えしました。